れんよ。登れんのかな。9ぐらいから跳ねるみたいだよ。まあ。この間の台風の影響かね、これね。みんな晴れたよ。海じゃ。海見えてきたね。坂の上はすごいね。急いで登ってんだよね。うちが来れなかった方だね。晴れてきてよかった。湿気がすごいにゃ。皆さんおはようございます。おはようにゃ。久しぶりの遠足気分で登山はセカンドシーズンに入ります。セカンドシーズンなの。まだね、ユニャンの、ね、足腰が悪いからゆっくり登山を楽しみたいと思います。今日は神奈川県と静岡県の県境近くにある十国峠に行きたいと思います。熱海なんね、ここ。熱海だよ。十国峠はその名の通りに山頂からだと十個の国が混み渡せる峠になります。じゃあ今日も一日頑張んにゃんだよ。あ、頑張んにゃんだ。久しぶりの頑張んにゃん。大事なことなんで、もう一回。十の国が見えるんだね。じゃあ、あまり無理しないように頑張んにゃん。晴れたね。そっちかな。気をつけてね、足ね。なんかバッタみたいにでっかいのいる。あ、本当だ。ちょっと分かりづらかったね。そうだね。いや、なんかいるよ、ほら。どこ？ほら、あれ。何あれ。何これ。キジノブチだって。特に乗れたりとかしないんで。38番ヘッドスライディング。これ頭から行くんだよ。うん、危ないな、これ。ここから行きます。アスレチックコースって書いてあるんや。こっからキュートだね。高いんや。うん、さっきの怖い君を見たらなんか嫌だな。結構最初は登りばっかりだね。みんないる？いるよ。ここのね、山はね、箱根外輪山のね、南尾根の延長みたいだよ。まあ、続く道だって。結構ね、道が悪いね。どうある？イノシシさんが入れないように。うん、すごい娘。うん、暑いよ。暑いね。なんでこの暑い時期に来たの、ここに。いつだ。アスレチックコースって書いてあるから、タイヤの端になってね。でもなんかバチくて嫌だね。バチくて嫌って。しばらく階段みたいなの続くのかな。でもさ、うん、歩きやすいんだけどさ、うん、思った通りきついよ。無理しちゃダメだよ。標高差結構あるよ。あまり無理しないようにしないと。すごい急と。シャーメゾンだね。シャーメゾンだよ。なんでここを選んだ。もっとね、緩いところ行きたかったにゃ。でもね、この辺しか晴れてなかった。来週でもいいと思うんだけどね。6番ポップアップコース。おじいちゃん、6番があるよ。大丈夫？大丈夫。うん、少しだけ登ってきた。いやいや、巻き道だったよ、ほら、このアップアップコース。滑るし、蒸すし、南で暑いしで、まったくの。
暑いでしょ。暑いよ暑いよ。タイヤついだって。まだセミさん鳴いてるね。暑い時の味方でね、ちゃんこずはね、このシャツクールとかこんなの持ってんだけどね、直接ねかけちゃってめんどくさいから、涼しいだって。何言ってんの。悪いやつにかけちゃい、暑いね。もうあの辺からさ、うん、頂上のあたりの道なんのかな。いやでもね、ほら結構まだまだ上高いよ。まあ、そうだね、楽な考えするにゃん、この人。なんかね、木陰なのにこんなに暑いんだ。あ、太陽にゃ。あっちの方明るいもん。うん。明るいってことは知ってる？うん。暑いってこと。ね、暑いにゃ。でもなんかね、風冷たいね。風は冷たくなったにゃん。風が冷たい、はあ、なんかそこでなんか変な音してたけど、なんか動物さいのかな。頑張れユニャ、頑張にゃんだよ。頑張にゃん、うん、疲れたね。やっぱりまだまだだったね。うん、まだまだにゃ。またこの急登登っていくのかな。どうした。ほら見て、早く。あれ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 、どこ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 、ね、走ってる走ってる。なんか階段出てきたね。ね、こっちがアスレチックコースミニクライミングだって。こっち行くにゃ。ゆいこのちゃんこずは安全登山でこっち行くにゃ。なあ、アスレチック禁止なんだね。こう急登が多いね。ママにゃ、少し景色見えてきたよ。うわ、クモの巣。大丈夫かい。暗いね、この道、うん、下も、うん、あまり良くないし。鬱蒼としててちょっと嫌だな。ここなに、ここ広いね。もみじ谷っていうのかな。結構大変にゃんね。ああ、頑張んにゃんだ。こっちの方行くみたいだね。ぼーっと行くにゃ。アスファルトの急坂嫌いにゃ。すごく絡まってるにゃ。広いとこ出たよ。暑いね。さすがなんだよ、もうなんか興味を示さないみたい。分岐だね。こっちこっち、うん、森の方だね。また階段が続くにゃ、はあ、しんどいにゃ。ゆっくりだよ。だからね、これがキノコに見えちゃってしょうがない。頑張んや。すごくしんどいにゃ、これ。と思ったんだけどな。笹がすごいね。笹が綺麗。あ、なんか明るくなってる。そう？あの上、そうかな、両方かな。頑張りたいけど。結構あるねこれ。ちょっとこの急登の前に休んでくんね。あそこだね。うん、間違いないね。間違いないね。やばいね、これもね。疲れた、うん、頑張ってるゆうちゃん。頑張った。うん、あともう少しだからね、うん、一緒に頂上行くよ、うん、もうちょっとだ、頑張んにゃ。よいしょ。なんかこんなとこでも
なんかきついんだね。きついにゃ。あともうちょっとにゃ。そこにゃ。あそこはまた歩くのかな。少し稜線歩きあるみたい。うん。広場だ。みんな後ろ見てごらん。え？ほら。あ、いいんだね。うん。公園出たよ。出た。あとここ登るのかな。頑張れゆうにゃ。グランピング施設があるんだけど、すごいね。山頂見えたにゃ。気持ちいいけど風すごいね。峠チロス。峠。今が峠なの。今が峠。お疲れ様、頑張ったね。いただきます。峠の上から。そんなに甘くないんだね。カニカニにゃ。なんかもうここ食べたら峠の方にも見えない。よくわかんない。何これ。上下感でかい。おにぎりタイム。追加買ってきました。抹茶のモンブラン。なんか普通のモンブランもこっちの方が出てるらしいんで。なんかすごいね。うん、冷たい、うん、抹茶アイスが入ってるのかな。フレーシアイス、抹茶のアイスで、これアイスなの。うん、コーヒーの味もしない。下のこのさ、ところがコーヒーの味が出てる。下がコーヒーだ。やっと終わりだからね。うん、ここもなんか景色よく下山できるといいじゃん。ねえ、うん、無事にね、下山できたらいいね。そうだね、うん、すごくいい天気だったけど、富士山がね、見えなかったのはちょっとだけ残念だね。
真撮ってダウンロードよくわからんけどね、絶景計算だよこれ。すごいよ、頑張ってるよ、頑張ってるよ、うん、褒めてくんないともう続かないから、うん、だそうです。みんな褒めてあげてねこんなに歩けると思わなかったよ、ゆうには。結構ここも急で降りる感じだね。なんか見えてきたね、うん、夢の沢公園と野鳥の森だって。山の中入ってきたね。柔らかな光でね。あー、やっぱり山はいいね。うん、すごい綺麗よ、マジ綺麗、やばい。わー、ちょっとした木漏れ日がね、もう最高。分岐そのまままっすぐ行きます。まだリハビリだから岩戸山には寄らずそのまま帰りたいと思います。うん、ちょっと一休みするよ。久しぶりのアミノバイタルタイム。あ、疲れてる。すごいいっぱいね、トンボが飛んでる。トンボいっぱいだね。もう秋だね。また絶景だね、ニンニャ。ね、海があるっていいね。うん、癒されるね。2倍得した気がする。あ、それは言える。生きてるか。生きてるよ。でもやっぱ楽しいね。ねえ、大変だけどさ。大変だけどね、うん、今日はユニアすごい頑張ったよ。頑張ってるよ、うん、そういえばさ、ススキももうじきね。そうするとさ、ジョーさん来るね、きっとね。何、こいそ、そういう人来ちゃうよ。ちーちゃんの鼻が可愛いんだけど。向こう景色なかったからよかったね、こっち来てね。そうだね、うん、絶景にゃん。また帽子がある、うん、何だろう、それは何。 あっちの向こうの奥はそうだね、お家はね。そこにあるの何、何だろう。そこの城は何。あれは熱海城だね。熱海城、そうだね。この姫のつば公園、笹の広場って方に行こうばいいね、うん、この山のちょっと暗いとこ行こう。いや、笹の広場だよ。うん、本当、あ、本当だ。うわ、絶景だね。ねえ、うん、すごい。ねえ、え、なに、ここの場所いいね。いいね、うん、景色もいいし、うん、ちょっとしばらくここで休んでから行こう。低い位置から見てもまたいい感じだね。高さが違うよ、やっぱり山の方がいいよ。海岸線ってさ、うん、日本の地図を見てるみたいね。本当だよね、うんうん、やっぱこういう景色見慣れちゃうとダメだね。うん、ダメだそうです。ポンジュースガブ飲みして、思いっきり叩きてー。笹の広場からお別れ。なんか怪しげだね、ここね。急にね、吹いてくね、ここね。暗いよね。気をつけんやんよ。今ここ降りてきたんだけど、この19番の方行きたいと思います。風気持ちいいね。あ、涼しい。爽やかだよね。それから伊豆の方って変わった公園多いよね。恐竜の公園とかね、こういうアスレチックの公園とか。火山ごっこだって。こんなところに
が日本。元の道、こっち戻って帰りますね。あともうちょっとだね。うん、もうそこが下だ。こんにちは。はい、お疲れにゃんです。お疲れにゃ。はい、頑張ったね。頑張った。ここまで歩けるとは正直思ってなかったんで、うん、いや、やめとけって言ったんだけどね、なんかもう頑固じじいになってたから。それじゃあまた次の山でね。バイバイ。バイバイ。やっと着いたんや。お疲れにゃん。